今日もお疲れ様でした。キャラです。今回もスカイブロックで遊んでいきたいと思います。では早速行ってみましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。アップグレードが終わったんですけど、今度はネザーになったみたいです。ね、これなので少しここに枠を作っちゃえば危なくないかなと思うんですよね。もうあまりにもこうねやられすぎててどうしようかなと思ったんですよね。なのでここでこうかな。これで削れますよね。こんな感じで削れるといいかな。ここで、あ、でもこれだと取りに行けないこれでいける？これでいいかな？ね。もうね、気づくのが遅すぎですよね。そんな感じで。で、今、お家を建てているので、屋根を迷ってます。どうしよう。なんか屋根が微妙。どうしようかな。いらないかな。こんな感じ。で、ここにこのたくさんあるチェストを並べて倉庫にしちゃいたいと思います。こんな感じになりました。おうちおうちゲーム倉庫ですね。こんな感じでよし、ネザーのフェーズですね。掘ってきましょう。あ、危なかった。あ、すごい、ネザーライトもありますよ。やった。わ、黒曜石邪魔されちゃった。あ、2個目やった。あ、びっくりした。今何でやられたんでしょう。分かんなかったんだけど。あ、せーの。なんかこれすごいまがまがしくないですか。黒いモヤモヤがね。せーの。おっ、山猫のスポイク茶色の染料、小麦の種、ネザライト装備にもできるんですかね。でもダイヤがそもそもそんなに出てないんですよね、残念ながら。あ、びっくりした。びっくりした。痛い。あ、やっぱりこれいいですね。安心して倒せます。やったね、もうちょっと早く気づいてればね、よかったかもしれないです。全然わかんなかったですね、これは。ザク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 ーっと。待って待って、オウムさんそこ危ないと思うの。わー、いた。あ、いたたたた。痛い痛い。これどうしましょう。向こう行っちゃった。え、待って。だ、え、待って。やだやだやだ。ちょっと待って。あ、びっくりした。おかしいな。それ対策にね、作ったつもりだったんですけど、村人さんもやられちゃったし、ね、今、お馬さんもやられちゃいましたよね。ああ、びっくりした。いや、アイテムがいっぱい。いや、怖い。
待って待って、どうしよう。どうしよう、ガスタが出てきちゃった。怖い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 。見つかった。どうしよう。あ、おじさん寝てる。寝かしてもらっていいかな。おやすみなさーい。ガストどうしましょう。怖い。ちら。あ、いる。いるな。いるけど、向こう行きましたね。どうかな、このまま行けるかな。いや、どうしましょう。上も全部埋めちゃえばガストが出ても大丈夫かな。よし、これでいってみましょう。もう本当に行き当たりばったり感がすごい。マグマバケツ置いとこう。あ、せーの、オープン。あ、マグマ入りバケツもらいました。あ、壊れちゃった。びっくりしちゃった。よいしょ。あ、痛い。びっくりした。待って。え、何、どこ。待って。痛い。やだ。痛い。あ、大変。待って。あれですよね、多分さっきね、出てどっか行ってたガストですよね、あれ。やだー、今頃。いやー、びっくりでしたね、今。ね、やだー。あ、モンスターパーティー来ちゃった。ダメなの、それ。怖っ。やだー、今はダメ。無理だから。やだ。いや、また。やだ。待って。あ、おい、斧どこ？斧がない。やいた。火だるまにされた。待って。痛い。装備。ちょっと。え、あと何。あ、なんで中に入ってるの。やだ。お家の中はやめて。待って。やだ。あ、焼けてる。何が焼けたの。ちょっと待って。もう。
いけるかなと思ったら全然いけなかったですね。あーもうドキッとしたよ、怖かった。アイテムの量がすごいですね。なんかいろいろな、ね、バイオームのブロックが出てたりもしますよね。そろそろなんか来るような気がするおじさん危ないと思うの、そこにいたら。うんうん、ちょっと出ててくれると安心だと思いますよいしょ。あ、チェスト、せーの、オープン。あ、ブレイズノット2本とガストの涙もらいましたすぐみんな目の前を通っていくんですよねいったー、なんかキノコランプいっぱい嬉しいですね。びっくりした、なんで落とされたんだろうと思ったら後ろから押されたみたいです。はぁ、あ、びっくりしたなんでもびっくりしちゃうかも。せーの、オープン。わあ、すごいいっぱい、なんかいろいろ入ってます。溶岩、マグマ入りバケツとマグマクリーム、ブレイズロットもいっぱいありますね。わあ、すごい、ネザライトのかけらも2つもらっちゃいました。やったー。あ、アップグレード来ました。え、次のアップグレード何になるんでしょうね。エンドになるんですかね、もしかして。わあ、すごいドキドキですね。今日の動画はここで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントなどもよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。